年でありました。2011年リードワールドカップは彼女が制しました。 Yes, in 2011, that was her year. She has won the World Cup Series last year and she still keeps going on in 2012. さあ今大会スロベニア勢の活躍も見られます。もちろんスロベニアを引っ張っているのはこのミナ選手。 Yes, of course, I'm sure she's one of the top leaders of Slovenia. That means one of the top of the world.非常にスタミナを持つ、長いルートを好む、そんな選手、印象ですが、さあどうでしょう。贅沢にこのインサイボール、15メートルの壁、2面を使った決勝ルートです。彼女は制することができるか。そしてこれからのスタートとなります。